皆さんどうも、ピーマンです。今回の実況から、中日3連戦が始まりますね。今回は1戦目の4月の22日の試合を実況していこう。現在我がチームはリーグ3位。ベテランズね、最近ちょっと負けてますから、おっさんパワーを見せれてないからね。今回は勝ちましょう。今回の実況では出番プレイでチームがチャンスになると、ピンチになると私ピーマンが操作していきたいと思いますのでね。今日の先発は番長ミラ、しかし調子は悪いなぁ。ここはね、登板回避して西口と行こうか。西口防御率 0.98 だからね。よし。今日は西口で OK でしょう。ほんで、ベストオーダーは、どうしよう。全体的に調子悪い。井端もスランプモードになったんでね。今んとこ井端と一郎がスランプモードになってるわけだ。最悪だよ。どうしようかな、今日は。じゃあ、ショートに松井和を入れて、セカンドに荒木だ。3割打ってますからね。で、3番福留今日は変えて、稲葉か金城、どっちにしようかな。金城、でも金城3番はあれだな。金城3番はあれなんで、3番に和田さん、4番にガッツに、5番に新井さん。おお、これでいい、これでいい。今日のベストオーダーはこんな感じで戦っていこうかね。よし、完成だ。必ず勝つよ、この1戦目。やっていこう。負けられない戦いが今、この試合にあるんですって言っておきながら、いきなりピンチで招く西口くんが憎くて仕方がないね。でも大丈夫、俺は抑えるよ。よし、怖い。ここでルナか。もうルナとかさ、抑えられないじゃん。抑えられないじゃん。どうやって抑えんの？どれでいこう。V スラ。落とします。フルじゃん。なんで見てんの、なんで見てんの。強振できてるよね、確実に。ここ落とします。よしよし、詰まった打球は。トゥアトトゥアトトゥアト、イエス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 。3割3分3厘のルナを抑えて、次3割2分9厘の森野。無理やね、肩すきゼロやね。これ勝ち方を教えてください、このチームにね。このチームどうやったら勝てるんだろう。よしよし、落ち着け。よしよし、ナイス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 。よく抑えてくれた、ありがとう。西口に感謝しよう。いや、俺に感謝してくれ。完璧に抑えたぞ。よし、ふぅー、わーわー、行こう。点入る。またピンチ。ツーアウトランナー2塁。ここで荒木でしょ。大丈夫大丈夫。慌てるな。大丈夫。ゆっくり行けば抑えられる。防御率0点台は舐めるなと一つ言いたいですよ。3割なんて防御率0点台の前からしたらゴミだ。ファーク、レッツゴー。3回もパーフェクト。釣り玉ですよ。あそこは有効だからね。お、一気に4点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 。もう絶対勝ったじゃん。ここから負け絶対、ないことはないね。絶対負けないことないわ。ノーアウトランナー、一塁三塁。もうここは1点はしゃあない。ゲツ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 。ゲツイがありえない、ゲツイがありえない。あ、ゲツ取れない。もう1点はしゃあない。ここはしゃあない、しゃあない、しゃあない。あ、しゃあない。まだ打たれてんの？何？え、どうした？どうした？西口どうした？ワンアウトランナー二塁一塁。え、1点差になってるんですけど。西口、え、西口、え、何？なんで打たれてんの？なんで打たれてんの？はい、月以外はありえんぞ、月以外はありえんぞ。西口この回3失点。4点取ってくれた後のこれだからね、納得はできません。理解もできない。もっと抑えるべきだとは思うが。この点差は守り切れるか。どうだ？どうだ？7回かー。ここで川上健信ワンアウトランナー一塁三塁。もう何これ、八百長ですかね。何やってんの、なんでこのピンチ招いてんの。絶対打たれるじゃん。どうやって抑えんの、どうやって抑えんの。無理じゃね、ルナ抑えられなくない、決まらなくない、決まらなくない。ああ、ああ、ここはもうしゃあない。あ、ど真ん中、あ、おぶれー。死んだと思ったわ。あ、俺死人になったと思った。よし、ナイス。あー、天国か地獄だよ、地獄か天国だよ。もうど真ん中行った瞬間は本当に終わったと思った。はい、終わった。これが終わりました。いや、地獄のまんまだったね。ありがとう。はい、同点タイムリーでございます。結局打たれる、結局ど真ん中っていうね。この試合八百長ですよね、確実に。ど真ん中連投してるっていうね。チームに相手に打たそうとしてるピッチャーがいるな。おかしいぞ。よしよしじゃないけどね、せっかく4点取ったのに。あっさりと同点に追いつかれる。なんでど真ん中投げるんだろう。どうだ、勝つか、勝てるか、勝てるか、どうだ。うわー、チーム勝てる、5対4。最後俺ファルケンボーグ。ノノノノノ、ワンアウトランナー2塁。大丈夫、慌てるな慌てるな慌てるな、絶対抑えられる、慌てるな、絶対守り抜け。大丈夫、2番だ、慌てるなよ。よしよし、うわー、進塁だか。ここは進塁だな、こう追いたかったんだけどね。トゥアドランナー三塁、ここでバッタールナとか、やばいじゃん。ターニングポイント、あと一人抑えれば勝利。
ここでルナ今日はノーヒットだがフォアボール、ああ3割3割を打ってるという実績がある。流した打球は、ああ一球一球が怖すぎる、もうやめて借りたい、よし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 、松井とってエラーはいないよ、イエス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 。まずこの中日戦無事勝利で終わることができた。5対4、ああ危なかった。今日はもう野手陣に感謝だね。本日のヒーローはファルケンボーグとガッツ、ありがとうガッツ。ファルケンボーグも最後までよく抑えてくれたよ。ランナーを招いていることは許されないけどね。今日はチャンスで抑えてみましたが、ピンチでね、なかなかど真ん中に球が決まる。川上健信、これで今季2勝目、ざけんじゃねえと一つ大声で言いたいかなと思います。今日の成績を見ていこう。野手陣はこんな感じだね。本日のヒーローはやっぱ4番に入ったガッツ、これは思い出してるね。ガッツ、やっぱ打順によって力が発揮できるんだな。できない、できる、できるっていうのはあるんだな。うん、素晴らしいよ。おお、今日一郎もヒット打ってるしね。西口自援後素晴らしいね。ヒット打ってツーベース、タイムリーに 2点入ってますよ。これは西口様様だよ。今日はちょっと3点取られた時はえってなったけどね。素晴らしい。西口は6回投げて3失点、防御率 1.85。 残念ながら今季3、勝利はつきませんでしたが、今日はジエンゴマリーの最高の1日になったんじゃないでしょうかね。3点取られたのはちょっとあれですけど、よし、まずこの1戦目を勝利で飾ることができました。現在首位とは3ゲーム差、2位のね、2軍ペナントのチームとは、2.5 ゲーム差、阪神とは 1.5 ゲーム差となってますから、負ければ落ちますし、勝てれば上がることもできると思いますのでね、とりあえずこの3連戦3立てしちゃおうかなと思っている、得意にしてる相手なんでね。 OK、 次回もまた中日戦をプレイしていくよ。また見てくれ。グッバイ、また会いましょう。